はい、こんにちは、ブラックラムズ東京の若井です。こんにちは、東京サンキューフェニックス所属の鈴木です。今日はみんなでズートレーニングを行っていきたいと思います。鈴木選手、ズートレーニングやったことありますか？はい、少しだけやったことがあります。どうですか？ですね、すごく体の使い方が少し難しいのと、あと何よりすごくきつかったのを覚えています。今日も少しきついところあるかもしれないですけども、みんなでサポートし合って、しっかりトレーニング達成していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。スライドお願いします。まずはじめに、ズートレーニングについて、少し、説明したいと思います。はい。ズートレーニングは、オーストラリアのゴールドコーストで、2009年に、ネーソン・ヘルバーグ、ちょっと写真に写ってますけども、彼によって開発された、ボディーウェイトトレーニングです。オーストラリア行ったことあります？あります。遠征で、はい、遠征で、はい、ラグビー大国ですね。で、実は僕もオーストラリア、ずっとっていうか10年間ぐらい行ってたんですけども、実はその時に僕会ってません。だから2009年なんで最近のトレーニングです。で、ZOO だと動物園ですよね。でその動物園にかけて、ブランドネーム ZOO、これイメージもうお分かりだと思いますけども、動物の動きを取り入れた全身運動、動物の動きを取り入れたトレーニングです。はい。で、特徴としてテンポを上げることによってかなり高強度になります。ただし、低衝撃、ランニングと違って四つん這いになったりしているので、低衝撃なトレーニングで怪我を起こしにくいっていうところがまず一つで、ズーの独自のカルチャー、これはさっき言ったんですけども、ちょっときつくなった時にお互いに励まし合って、トレーニングを達成するっていうところが一番メインです。で、ボディウェイトトレーニングなので、道具が必要ないです。素晴らしいですね。はい。あとは、狭いスペース、まあ、今日すごい、ね、限られたちょっとスペースなんですけども、こういう限られたスペースでも、トレーニングができるというところが特徴です。はい。で、ズートレーニングのメリットとして、まずストレングスとパワーの向上が期待されます。どうですか、ズートレーニング、ストレングスとパワーが向上する？そうですね、やっぱり体の使い方と、あとはそれを継続することで、すごく筋肉の方にも重りを持っていないのにすごい筋肉痛が来たりとか刺激はすごく感じます。はい、そうですね。通常 のウェイトトレーニングですと同じ方向の動きになるんですけども、ズートレーニングは いろいろな方向で力の発揮を繰り返すっていうところが、一番の特徴です。で、さらに、心拍数がかなり上がるのでフィットネスの向上も期待されます。と、もう一つモビリティって柔軟性じゃなくて、自由に動ける能力、言われてましたよね。自由に動ける能力を養います。あとは、スポーツ選手だけじゃなくても、ストレングスとパワー、フィットネスが向上して自由に動ける能力が上がると、やっぱり生活の質って向上しますよね。だからオーストラリアではかなり一般の方が、ズートレーニングを行ってます。あとは、鈴木選手も少し言われてましたが、ちょっときついです。で、きついことを繰り返すことによって、そのメンタルを強くする、メンタル、こうどちらか、なんて言ったらいいんだろう、そのきつい時でもそれを乗り越える力っていうのを養います。あとは、苦しい時でもサポートしていくんで、チームワークを高めることができます。はい。で、ズーのカルチャー、
さっき独自のズーのカルチャーで、お互いをサポートしていくっていうところだったんですけども、ズーってあのトレーニング終わったら一回タッチします。これを、ズーの言葉でゲットアタッチと言います。でこれ何をやってるかって言ったら、初めやっぱお互いあの初めてだとちょっと緊張しますよね。はい、そのバリアをタッチすることによって、壊してあげると、やっぱりそれを壊すことによってお互いがしっかりこうサポートして最後までトレーニングをこう乗り切っていくっていう、これズーの独自のカルチャーだと思います。はい、で実際、世界で誰が、ズーのトレーニングを行っているかというと、やっぱり狭いスペースでできるので、やっぱりオーストラリアでは、軍隊の方が、トレーニングとして行っています。あとはワラビーズが、日本のワールドカップ開催前の準備としてズーを取り入れています。あとはリーグワンに参加する、まあ、ブラックラムズ東京をはじめとして何チームかのチームが、採用しているのと、まあ、世界でやっぱり、オーストラリア、ニュージーランド、英国、まあ、ラグビーだけじゃなくて一般の方、格闘技の方が、トレーニングを行っています。はい、それではあの実際に、今からズートレーニングをやっていきたいと思います。で応援するときは、少しこうレッツゴー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 と言って自分の仲間を応援していってください。はい、はい、そしたら今から、4つの動きをやっていきます。まず一つは、フロッグスクワット。でフロッグスクワットは自分の肘を膝の内側につけます。でつけたまんまゆっくりしゃがみます。でゆっくり伸ばします。これを繰り返してください。ゆっくりしゃがみます。ゆっくり伸ばします。でしゃがんだ時に必ず顔を上げてください。顔を上げることによって背骨が少し伸びます。グッ、はい、ハムストリングスを伸ばす。あと2回いきます。ゆっくり下げます。はい、伸ばします。これ1つ目、フロッグスクワット。大丈夫ですか？これみんなやってんのかな？やってます大丈夫かな？これみんなあの一緒にちょっとやってください。はい、2つ目、ヒップスイング。少し足を大きく開いてください。で手をついてゆっくり腰を反っていきます。ぐーっと腰を伸ばします。今度肩入れます。ゆっくりゆっくり伸ばします。はい、肩入れます。背骨をゆっくり動かしていきます。腸腰筋伸ばして OK、 肩を入れます。これ2つ目、ヒップスイングです。で3つ目、今の足のスタンスのまんま、今ヒップスイングの手を少し自分のつま先の方に持ってきます。つま先の方に持ってきて下半身を固定したまんま肘をゆっくり曲げます。ゆっくり伸ばします。これはポーラーベアプレス、シロクマのプレスです。ゆっくり曲げます。はい、ゆっくり伸ばします。で肘を曲げるとかかとがゆっくり浮いてきます。伸ばすことによってかかとがつきます。はい、あと2回、ゆっくり曲げます。ゆっくり伸ばします。伸ばしたとき背骨も伸ばします。はい、曲げます。はい、伸ばします。大丈夫かな？これ3つ目。はい、次4つ目はベア、リバースベア。ベアは前に歩いてきます。クマ、これこっちにあるとか、クマ。はい、でリバースベアは後ろ向き。はい、ベアで前行くときは足で押してきます。足でよいしょよいしょよいしょ。でリバースベアは手と肩で後ろに押してきます。はい、前に行きます。はい、後ろに行きます。はい、この4つ、
大丈夫ですか。この4つを使って今から動いていきたいと思います。ちょっと初めなんで、そんなに早くなくて大丈夫なんで、20秒やって10秒です。最初フロッグ20秒で10秒レスト、ヒップスイング20秒10秒レスト、ポーラーベアプレス20秒10秒レストで、ベアリバース20秒10秒レスト2周いきます。はい、大丈夫ですか。2周、はい、2周いきましょう。みんな1周じゃない、2周いきます。ミュージックお願いします。はい、いきます。はじめゆっくりで5秒前、3、2、1。はい、ゆっくり、そう、ごめん、あ、ゆっくりね、そう、いいよ、そのまま、はい、ずっと、そう、ゆっくり、股関節開いて、ハムストリングス伸ばす、はじめはテンポゆっくりで、はい、そう、残り10秒、そう、で、ハムストリングス伸ばす、ゆっくり、はい、5秒、はい、3、2、1、終わったらタッチして、あと画面にもタッチね、画面にもタッチ。はい、次、ヒップスイングね、ヒップスイング。5秒、3、2、1、 OK、 ゆっくり腰を反って、で、肩入れる、動きが小さくならないようにゆっくり大きく、そう、で、肩入れて、そう、残り10秒、いいよ、そう、5秒、3、2、1、 OK、 タイムね。いいですねこれ。あ、そうそう。あれ、みんなもタッチするんだよ、画面にタッチ。はい、次ポーラーベアプレスね、2、1、 OK、 レッツゴー、ゆっくりダウンして、で、プレスした、そう、伸ばした時背骨も伸ばす、ゆっくり、そう、おでこを床につけるようなイメージ、で、プレスアップ、そう、残り7秒、そう、はい、5秒、3、2、1、 OK、 タイム、レッツゴーですね、タッチね、そう。はい、次ベアリバースね、5秒、2、1、 お尻少し高く上げていいんで、そう、前行って、前に行って後ろに戻る、よ、ステップアップして、ステップバック、そう、全身のトレーニングね、全部の関節使ってるんで、全身のモビライゼーションです。はい、5秒、はい、3、2、1、 OK、 タイムね、 OK、 立つ、 OK、 もう一回フロッグに戻ります。フロッグ、はい、5秒前、3、2、1、 OK、 慣れてきたら少しテンポを速くしていきます。慣れてきたら、そう、ゆっくり下までしっかり下ろす、肘はずっと膝の内側でつけて、はい、残り5秒、はい、3、2、1、 OK、 タッチよ、タッチね、タッチ。はい、次ヒップスイング5秒、3、2、1、 OK、 腰をゆっくり伸ばして、で、肩入れる、大きく、動きが小さくならないように、そう、いいよ、残り10秒、そう、そのまま続けて5秒、3、2、1、 OK、 よ、アイタッチね、はい、OK、 ポーラーベアプレスね、はい、5秒、3、2、1、 OK、 斜め45度に下ろすようなイメージで、プッシュアップにならないように、そう、お尻高くね、そう、肘曲げるとかかとが上がって、伸ばすとかかとがつく、そう、ダウンしてアップ、そう、5秒、3、2、1、 OK、 タイムよ、はい、よ、タッチね、タッチ、OK、 最後ね、ベアリバース、5秒、3、2、1、 OK、 お尻少し高くね、そう、で、ステップアップ、はい、ステップバック、ステップアップ、そう、ステップバック、手はしっかりつきます、グーとかにならないように、はい、そう、残り5秒、はい、3、2、1、 OK、 タイム、はい、タッチ。OK、さあ一回水入れてください。あ、すみません。今参加されている皆さん、画面をオンにしてください。は
画面オンにしてあのみんなで一緒にトレーニングしていきましょう。大丈夫かな。みんなの顔見えるといいですね。大丈夫、オンになったかな。 OK。 そしたら、次、他の4つ、紹介していきたいと思います。で次は、まず1つはちょっと上半身のストレングスね。さっきこれヒップスイングね、ヒップスイングの姿勢で今度はプッシュアップのようにスクープして、で肩入れる、ゆっくりすくってあげる、プッシュアップ。でキーは自分の肘があんま外出ないように、少し自分の内側に、そう、肋骨の近くで肩入れる。どう、できる、大丈夫かな。そう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 、ゆっくりでよ、ゆっくりで。そう、 OK。 これ一つ目ね。で二つ目はキックシット。キックシット、キックシット知ってます、ね、はい、キックシットはまず四つん這いになります。さっきベアの時はちょっとお尻高かったけど、今度は背中フラットで、足があんまり前すぎてもダメだし後ろすぎてもダメです。自分の下に四角をかけます。で足を横にスイープしてあげる。でもう一回さっきのベースのポジション、このベースのポジションをブルドッグホールドって言います。ブルドッグホールドの姿勢ね。でこの逆、そうで戻します。手はずっと床についたまんま、こうやって離さない、床についたまんまで、ブルドッグポジション、足をスイープする、そうで、ブルドッグポジション。もう一つのキーは足を伸ばしたとき、後ろの足、こう天井向いてます、天井で、この足を使って次のブルドッグポジションに戻します。これが寝てると戻ってこれなくなっちゃうんで、自分の膝常に天井向いてる、で戻す。大丈夫かな、大丈夫大丈夫な人丸、大丈夫 OK、 来た、大丈夫ね。で3つ目も上半身のストレングス、さっきのヒップスイングのポジションね。今度は背中まっすぐで一番下まで下ろします。プッシュアップ でサイドサイドで戻ってくる、コブラね。ダウンしてサイドサイドで戻ってくる。で深くできない人は浅くて構わないです。肘曲げてサイドサイド、肘曲げてサイドサイド、大丈夫かな。ちょっとやってみて、ダウンしてサイドサイド、そう OK、 そう、おーすごい上手OK。 4つ目はサイドゴリラ、この横に動きます。横に手をついて、先に手をついたら足、手をついたら足で逆に戻る、手をついたら足、手をついたら足、横に移動します。ちょっとやってみてください、ゆっくり、そう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 、横、先手ついて、そう OK、 大丈夫かな。じゃこの4つをさっきと一緒ね、20秒ワーク、10秒レスト、これで2周いきます。はい、はい、大丈夫ですか。2周いきましょう。はい、はい、じゃ最初はハーフヒンドゥ、はい、いきます。準備です。ハーフヒンドゥ分かるかな、プッシュアップね、はい、5秒前、3、2、1、 OK。 ゆっくり、初めゆっくりでいいんで、ね、肩入れる、そう、小さくならないようにゆっくり、そうで肩入れる、そう、ゆっくり肩入れる、そう、あと10秒ね、そう、いいよ、5秒、3、2、1、 OK。 いいよ、タッチでタッチタッチタッチ、はい、次キックシットね、キックシット、5秒、3、2、
位置、はじめゆっくりいいんで、横に足出して戻して、そう、そう、横に足出して戻して、そう、15秒、そう、ゆっくりね、ゆっくり、手ついたまんま、ゆっくりよ、で、ブルドッグポジションに戻して、足伸ばして、ブルドッグポジション、そう、5秒、3、2、1、OK、タイムね、よ、一回ずつタッチするよ、タッチ、画面に向かって、画面にタッチね、そう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 。はい、次コブラね、3、2、1、そうコブラね、サイドサイド、そうよ、ダウンしてサイドサイド、そうできない人浅くていいから、そうサイドサイド、そう7、6、5、4、3、2、1、 OK、 タッチ、タッチね、タッチ、タッチするよ。次サイドゴリラね、鈴木選手お願いします、はい、3、2、1、 OK、 そういいよ、横にね、横に、そう自分の動きコントロールする、そうついて、ついて横に、そう自分の重心うまく転がす、そう8、7、6、5、4、3、2、1、 OK、 いい、はい、はい、タッチもう一回ハーフヒンズに戻ります、大丈夫かな、はい行くよ、3、2、1、OK、 はい、ここ頑張るよ、そうハーフヒンズ、そう肩入れる、大きくね、うん、そうはいよ、そうレッツゴーレッツゴーレッツゴー、いいよ、そうはい10秒、そうはい5秒、3、2、1、OK、 よ、はい、はい、タッチタッチ、はい、レッツゴーですね、これレッツゴーして、はい、キックとね、はい、3、2、1、ブルドッグポジションで足横に出す、手ついたまんまね、手は床についたまんま、そうそうブルドッグポジション、自分の後ろの足の膝チェックする、チェックしか、天井向いてるか、そうブルドッグポジション、そう4、3、2、1、OK、 いいよ、タッチね、タッチ、タッチするよ、タッチみんなする、はい、コブラね、コブラ、3、2、1、 OK、 レッツゴー、剣列ゴーで、ダーアップ、そうサイドサイドで、そういいよ、はい、ここ頑張って、足広げていいよ、足広げていいよ、10秒、そう5秒、3、2、1、OK、 よーた、よいしょいいよ、タッチで、タッチ、ナイス、タッチするよ、タッチ、そう次サイドゴリラ、はい、3、2、1、OK、 レッツゴー、いいよ、そうそう上手に手ついて、サイドにサイドに、そう移動する、そういいよ、続けて続けて、そう残り10秒、7、6、5、4、3、2、1、OK、 タイム、いいよ、タッチ、いいよ、タッチで、で一回水飲んで、はい、みんな水取るよ、どうですか、ウォームアップは、あ、ウォームアップですか息上がりますね、もう息上がってますよ、 OK、 大丈夫かな、大丈夫な人、大丈夫、はい、すごい、みんななんか画面に、画面からいなくなってるけど大丈夫大丈夫かな、 OK、 そしたら、今やった動きを使って次、ちょっと本格的にトレーニング入っていきたいと思います、で次今やった中で4つ使います、1つはフロッグ、はい、フロッグね、覚えてるね、フロッグで、2つ目キックシット、覚えてるね、はい、で3つ目はポーラーベアプレス、はい、大丈夫、で4つ目はベア、リバースベア、はい、でまず僕がやります、はい、20秒間フロッグ、さあ鈴木選手が20秒、はい、みんなも鈴木選手と一緒に20秒、大丈夫、フロッグ、その次に僕が、キックシット20秒やります、先に、はい、そしたら鈴木選手とみんなは20秒間キックシット、
で次僕がポーラベアプレス20秒した鈴木選手みんな20秒ポーラベアで、ベア僕が20秒やるんでみんな20秒大丈夫かな、はい、いきます。で僕からはい、いきましょう。みんなちょっと応援してよ。レッツゴー。はい、5秒前はい、3、2、1、はい、5、そう、20秒ね。 OK、レッツゴー。20秒パン、ショー、後ろで行ってそう、OK、レッツゴー。残り15秒、レッツゴー。はいよ、いいよ、あと10秒です。はい、10秒、レッツゴー。はい、5、4、3、2、1、 OK、タッチタッチ、そう、いいよ、そう、いいよ、そう、残り15秒、 OK、 レッツゴー、レッツゴー。そういいよ、自分でそう前行って後ろ行くよ。10秒、あと10秒ね。はい、5秒3、2、1、 OK、 タッチ、次キックしたね。20秒、そう、 OK、 レッツゴー。おー、早い、早い、できる人は少し早く行くよ。早い、いいよ、レッツゴー。はい、10秒、みんな応援して。そう、いいよ、5秒、早い、3、2、1、 OK、 タッチ、はい、タッチね、タッチ。あ、みんな行くよ、キックシット。そう、そう、いいよ、そう、お尻しっかりつけるよ、キックしてシットダウンね。そう、10秒、はい、頑張って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 、5秒3、2、1、 OK、 タッチ、はい、いいよ、いいよ、次ポーラーベイプレス、 OK、 レッツゴー。回して、そう、肩のストレングスね、肩のストレングス。みんな応援して、お、みんな応援してくれて、いい、レッツゴー。あと10秒です。10秒、そう、あ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。3、2、1、 OK、 はい、いや、どう、そう、いいよ、そう、続けるよ、そう、頑張って頑張って、ここね、レッツゴー、レッツゴー。10秒、はい、5、4、3、2、1、 OK、はい、最後フロッグね、はい、ま、間違えたね。フロッグね、レッツゴー。ごめんごめん、はい、フロッグね、最後、早い、はい、15秒、そう、フルレンジね、フルレンジ、そう、レッツゴー、レッツゴー。はい、10秒、はいよ、頑張って頑張って、早い、5、4、3、2、1、 OK、 チェンジ、はい、チェンジ、はい、頑張って、そう、最後ね、最後は、そう、いいよ、そう、頑張って続けるよ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、そう、はい、10秒、はい、7、6、5、4、3、2、1、 OK、 タイム、よーよ、はい、8よ、ナイス、 OK、 水入れながら、次は今の動きを使って、今度ベア20秒、キックシット20秒やったらタッチします。はい、でポーラーベアプレス、フロッグ僕やったらタッチします。2つずつやります。はい、大丈夫、みんな大丈夫かな。2つずつね、2つ、今1個ずつだったけど、この2つやったらタッチします。はい、 OK、 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 じゃあ僕からね、ベアとキックシット、はい、20秒20秒やってからタッチね。Okay. はい、いきます。5秒前、3、2、1、 OK、 レッツゴー、レッツゴー、そう、いいよ、レッツゴー、レッツゴー、いいよ、応援して、レッツゴー、いや、そう、レッツゴー、いいよ、レッツゴー、レッツゴー、10秒、そう、いいよ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、ラスト5秒、ファイトです。3、2、1、 OK、 でキックシットね、20秒、そう、いいよ、早い、そう、15秒、いいよ、そう、10秒、レッツゴー、そう、5秒、3、2、1、 OK、 タッチよ、はいよ、そう、ベアリバースね、ステップアップ、ステップバック、そう、ステップアップ、ステップバック、よ、そう、残り10秒、いいよ、前出るとき足で、後ろに手ね、4、3、2、1、 OK、 キックしたね、そう、20秒、ここ頑張って、ここ頑張って、
こう頑張って。みんな頑張ろう。はい、15秒。そう、頑張って、頑張って。10秒。そう。7、6、5、4、3、2、1。OK、立ってる、立ってる。はい。ピポラベプレスね、そう。レッツゴー。いいよ。そう、ダンスで、やって。レッツゴー。いいよ、ストレングスね。やる10秒。上半身の、そう。レッツゴー、レッツゴー。はいよ。5秒。5秒。3、2、1。OK、で、フロッグね、フロッグ。今度下半身のストレングス、そう。いいよ。ナイスファイトです。レッツゴー。はい、15秒。いいよ。OK、10秒。はい、10秒。そう。レッツゴー、レッツゴー。はい、5、4、3、2、1、OK、タッチ。はい、そう、はい、頑張って、いいよ。そうそうそう、ゆっくりダウンしてアップ。ダウンしてアップ、そう。いいよ。はい、10秒。いいよ、ダウンしてアップ、そう。5秒。3、2、1、OK、フロッグね、フロッグ、フロッグ、20秒、そう。はい、ここ頑張るよ、フロッグ、はい、そう。いいよ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。いいよ、ここは頑張って、頑張って、頑張って。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、OK、タイムよ。はい、OK、タッチね、タッチ。OK、一回水入れてください。汗がすごいですね。汗がすごい。OK。OK、次、今のフォーマットを使って、4つね。1つ目、ハーフヒンドゥ。ハーフヒンドゥね。ハーフヒンドゥ、大丈夫ね。2つ目、サイドゴリラ。やったね、はい、サイドゴリラ。サイドゴリラね。3つ目、コブラ。おコブラね、ダウンして、サイドサイド。サイドサイド、大丈夫？で4つ目はさっきと一緒、ベアリバース、レバー、ベアリバースね。で、次は20秒、僕がやって20秒。これ変わらないね。20秒やって20秒。で鈴木選手がやるときみんな一緒にやる。で、1周回ったら次すぐに20秒、20秒いきます。はい。だからハーフヒンドゥ、サイドゴリラ、僕がやったら鈴木選手みんながサイドゴリラ、ごめんなさい、ハーフヒンドゥ、サイドゴリラ。はい。で、コブラ、ベアリバース。コブラ、ベアリバース。さっき休みがあったけど、次休みなしね。はい。大丈夫かな？頑張りましょう。OK。Let's go。じゃあ行きます。ハーフヒンドゥからね。はい。はい、5秒前。3、2、1。OK。そう。はじめ、僕20秒やるんで、そう。はい。Let's go。いいよ。そう、大きくね、大きく小さくならないように、そう。OK、10秒。いいよ。そう、はい。OK、レッツゴー、レッツゴー。3、2、1、OK、タッチ。はい、よっ。交代ね、そう。大きくね、大きく。いいよ、大きく。小さくならないように。残り10秒。そう、大きくね、大きく。5秒。はい、頑張って。3、2、1、OK、タッチね、はい、次サイドゴリラね、サイドゴリラ、はい、そう、そう、サイドゴリラね、OK、レッツゴー、サイドゴリラ、そう、手先について、はい、そう、自重動かす、自分の重心をうまくコントロールする、残り7秒、そう、OK、5秒、はい、3、2、1、OK、タッチ、はい、タッチ、OK、レッツゴー、みんな、そう、いいよ、15秒、そう、いいよ、10秒、そう、はい、頑張って、5秒、3、2、1、OK、タッチ、はい、コブラね、コブラ、そう、ダウンして、サイド、サイドして、ドライブアップ、そう、ダウンして、サイド、サイド、ドライブ、そう、OK、レッツゴー、いいよ、残り10秒、はい、どう、そう、レッツゴー、レッツゴー。いいよ、はい、5秒、そう、3、2、1、OK、タッチよ、そう、ダウンして、はい、いくよ、サイド、サイド、そう、
いいよ、頑張って。はい、残り10秒。いいよ、そう続けて。5、4、3、2、1。 OK、 タッチね、タッチよ、タッチタッチ。いいベアありますね。ベア、いいよ、ステップアップ、タッチよ、ステップバック、ステップアップ、そうステップバック、そう、いいよ、ステップアップ、そうステップバック。5秒5、4、3、2、1。 OK、 タイムね。 OK、 はい、20秒ね、頑張って。そうレッツゴー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 、はい頑張って。はいよ、10秒。そう5、4、3、2、1。 OK、 タッチ。次ハーフヒンデ、サイドゴリラね、続けてやるよ。ハーフヒンデ、そうサイドゴリラまで。いいよ、そう。OK、レッツゴー。そう、残り10秒。OK、10秒、レッツゴー。はいよ。頑張って、頑張って。頑張れ、頑張れ。5秒。3、2、1。OK、で、サイドゴリラね。そう。レッツゴー、レッツゴー。サイドゴリラ。いいよ、そう。15秒。いいよ。ナイスイベント。自分の重心動かしてあげる。10秒。いいよ。5秒3、2、1。 OK、 タッチで。 OK、 レッツゴー。ハーフヒンデね、頑張って。そう、いいよ、大きくね、大きく。10秒。はい、頑張って、ここ。はい、5、4、3、2、1。 OK、 サイドゴリラね、サイドゴリラ、頑張って。サイドゴリラ、そう、自分の重心うまく転がす。そう、はい、そう、いいよ。はい、頑張って。はい、残り10秒。そう、上手に。5秒。3、2、1、OK。コブラ、コブラ、ベアね。コブラ、ダウンして、そう。いいよ。レッツゴー。そう。サイド、サイド、アップ。そう。OK、10秒。10秒。OK、レッツゴー。そう。5秒。3、2、1。 OK、ベアリバスね。ベアベアベア、最後、レッツゴー、レッツゴー。いいよ、そう、前行って後ろ戻る、レッツゴー。そう、残り10秒。はい、そう、いいよ。5秒3、2、1。 OK、はい、OK、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。コブラね、コブラ。いいよ、そう、ダウンして、で、ドライブアップ、そう、サイド、サイド、そう、そう、いいよ、そう、頑張って、3、2、1、OK、ベアリバースね、ベアリバース、はい、頑張って、最後20秒、OK、レッツゴー、レッツゴー、15秒、そう、10秒、はい、頑張って、ここ、6、5、4、3、2、1、OK、タイム。はい、いいよ、タイム。ナイス、みんな。OK、下一回水ね、水。ナイスです。OK。OK、一回水入れてください。大丈夫かな?OK、大丈夫?大丈夫だそう。みんな丸?大丈夫?丸?だいぶ、あ、すごい、グッと出てる。OK、次、一つ動き、新しい動き入ります。ゴリラね。ゴリラは、飛び箱、飛ぶようなイメージね。で、両手で前につきます。足を手の横に運びます。そう。それ前に。大丈夫、ゴリラね。もう一回いくよ。優しくない、優しく。で、リバースベアで戻ってくる。はい、ちょっとみんなやってみてください。そう、手しっかり必ずパーでつくよ。地面にパーで。そう。大丈夫かな。大丈夫？大丈夫かな。
大丈夫な人こっちか丸丸 OK。 じゃ次、今と一緒で僕が先やって鈴木選手とみんなが後、はい、大丈夫で初めは僕10秒やるから10秒10秒、はい、大丈夫。次20秒やるから20秒20秒、20秒、はい、っていうことは次僕30秒やるから30秒30秒まだあるよ。うわ誰、次20秒に戻ります。20秒で20秒20秒で最後10秒10秒大丈夫かな。大丈夫、あれ OK。 そしたらごめんね、ちょっと時計をここに置かして、はい、はい、いくよ。僕からね10秒、ゴリラね5秒、ゴリラ3、2、1。ちょっと待って時計が止まっちゃった。いきますね、いきますよ、ほら1スタート。いいよ、そうでリバースベアで戻ってくる。そういいよ、3、2、1。 OK、 チェンジチェンジチェンジ、みんな行くよ、みんな行くよ、10秒、そういいよ、5秒3、2、1。 OK、はい、次20秒ね、そう20秒20秒いいよ、まあまあ長いよ、20秒20秒、はい、レッツゴー。そう20秒で5、4、3、2、1。 OK、 タッチ20秒ね、今日みんな20秒、そう、はい、頑張って、そう残り10秒、はい、頑張って、6、5、4、3、2、1、4、次30秒、はい、行くよ、 OK、レッツゴー。そう、いいよ、30秒ね、30秒、そう、残り20秒ね、レッツゴー、レッツゴー、そう、はいよ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、残り10秒、ゴー、4、3、2、1、 OK、 チェンジチェンジ、そう、頑張って、そう、ちょっと我慢ね、30秒そう、いいよ、残り20秒、はいよ、頑張って、はい、そう、残り10秒、はい、ここね、ここ、ここ5、4、3、2、1、いいよ、はい、次20秒で、20秒レッツゴー、20秒チェンジね、そう、あと10秒、はいよ、レッツゴー、いいよ、5秒、2、1、 OK、 20秒、はい、頑張って頑張って、はい、いいよ、そう、残り10秒5秒、3、2、1、 OK、 チェンジチェンジ、最後10秒、10秒、そう、いいよ、 OK、 レッツゴー、そう、3秒、3、2、1、はい、OK、 最後ね、最後、いいよ、頑張って、そう、オッケー、タイム、はい、オッケー、はあ、息がめっちゃ上がりますね、息上がりますか、はい、すごい体が、さあみんな一回ちょっと水飲んでください、はい、はあ、もう全身運動ですね、全身運動です、オッケー、みんな大丈夫かな、平気大丈夫、時間はまだ余裕あります、オッケー、そしたらもう一つちょっとチャレンジしていきたいと思います。で、
今度は10秒フロッグ、はい、10秒これ、ね、で10秒キックシット、キックシット最初僕がやるんで終わったら鈴木選手とみんなお願いします。次20秒フロッグ、フロッグ20秒キックシット大丈夫ですか。僕20秒フロッグ20秒キックシット一気にやるところですね、はい、一気にやります。これを2回いきます。すごいすごい乗り越えましょうみんなで。最後もう一回10秒に戻ります。10、20、20、10、10。大丈夫かな。大丈夫、大丈夫だね。大丈夫でした。 OK イエーイ、みんなすごいな。 OK、じゃあちょっとこう頑張ろう。 OK、行きましょう。 OK、 さあ僕からね、10秒、10秒ね、はい、5秒前フロッグから、3、2、1。 OK、 始め10秒フロッグね。そう、必ず肘、膝の内側ね、外さないよ、はい、そう、5秒、そう、3、2、1。そのまま すぐ行くんだよ。そう、そう、そのまますぐ行くから、そう、5秒、3、2、1。ここでチェンジね、ここでチェンジ、はい、ここでチェンジ、そう、いいよ、10秒頑張って、そう、5秒、3、2、1。 OK、 キックシットね、キックシット、そう、いいよ、頑張って、4、3、2、1。 OK、 立って、はい、次20秒、20秒ね、そう、最初僕からね、そう、いいよ、ここ頑張るよ、そう、Let's go、 Let's go、 Let's go、 残り10秒、10秒、そう、いいよ、そう、レンジね、5秒、3、2、1。 OK、 でキックして20秒ね、そう、そう、いいよ、そう、早い、いいよ、 OK、 Let's go、 Let's go、 いいよ、何頑張ってるよ。来ます、Let's go。 10秒。Let's go。 はいよ。さあ、5秒。Let's go、Let's go、Let's go。 2、1、OK。頑張って、20秒、20秒。そう、頑張るよ。いいよ。はい、頑張って。はい。はい、そう。残り10秒ね。そう、頑張って、頑張って、頑張って。3、2、1。 OK、 キックしたね、そう、いいよ、自分の体コントロールするよ、少し疲れても、そう、頑張って頑張って頑張って、残り10秒、はい、頑張って頑張って、そう、ここ、レッツゴーレッツゴー、5、4、3、2、1。はい、はい、もう一回20、20いく、もう一回20、20ね、20、20、そう、はい、そう、頑張って20、20ね、Let's go, let's go。 いいよ、残り10秒、10秒、 Let's go。 そう、はい、頑張って、はい、5秒、5秒、3、2、1。で、次キックしたね、20秒、そう、 OK、Let's go, let's go。 いいよ、いいよ、そう、早い、いいよ、そう、はい、Let's go, let's go。 あ、みんな応援してくれてる、はい、10秒、 Let's go, let's go。 はいよ、6、5、4、3、2、1。 OK、 タッチでタッチ、レッツゴー。 OK、 レッツゴー、はい、みんな、ここ頑張るよ、はい、そう、ここ頑張って、はい、いいよ、はい、レッツゴー、レッツゴー、ここね、ここ、はい、はい、残り10秒、いいよ、可動域ね、可動域、はい、5秒、3、2、1。 OK、 キックシット、キックシット、はい、20秒、はい、頑張って、ここ、いいよ、そう、上手上手、いいよ、レッツゴー、レッツゴー、頑張って、そう、残り10秒、はい、頑張って、そう、6、5、4、3、2、1。 OK、タッチ、最後10秒、10秒で戻るよ、レッツゴー、いいよ、最後10秒、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 はい、5秒、3、2、1。 OK、最後、最後10秒ね、レッツゴー、そう、いいよ、5秒、レッツゴー、3、2、1。 OK、 タッチ、はい、タッチね、はい、最後、最後、いいよ、はい、3、2、1。 OK、 キックとね、そう、最後10秒、6、5、4、3、2、
It's time! It's time! OK, じゃあ一回水飲んで。いいんだなーい。いいよ。一回水みんな取って。水飲んでね、みんな。さあ最後は、みんなで、インターバルトレーニングを一緒に終わります。で使う種目は今やったフロッグね、一つフロッグ、もう一つはスタティックアップ、中腰、この姿勢、これだと低すぎる、これだと高すぎる、ももがそうで、フロッグをやってスタティックアップ、で最初は5秒フロッグ5秒、全員一緒ね、全員一緒で、スタティックアップ5秒、次10秒フロッグ、休みなしだよ、10秒フロッグで、10秒スタティックアップ、はい、次15秒、はい、大丈夫、20秒、おー25秒、最後30秒、おー5秒ずつ、ね、大丈夫大丈夫、大丈夫です、回る種目2つね、あ、こういうの出てきた大丈夫、 OK、 でもこれ最後にみんなで一緒に、苦しくなったら声、自分で声出してレッツゴー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 、 OK 大丈夫、じゃあいきます、はじめフロッグね、はい、準備、はい、今日5秒前、3、2、1、GO、 OK、 そうフロッグで、3、2、1、 OK、 スタティックね、スタティック、そう、3、2、1、この10秒ね、10秒フロッグ、そう、はい、いいよ、10秒フロッグ、Let's go、 残り5秒、3、2、1、 OK、 スタティックね、はい、我慢して、はいよ、そう、頑張って、顔上げるよ、5秒、3、2、1、 次15秒ね、はい、15秒、そういいよ、15秒、そう、残り10秒、はいよ、そう、頑張って、4、3、2、1、 OK、 スタティックね、スタティック、はい、レッツゴー、はい、レッツゴー、我慢して、顔上げるよ、はいよ、10秒、いいよ、そう、頑張って、5、4、3、2、1、 OK、 20秒、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、はい、20秒、はい、そう、はいよ、残り15秒、いいよ、レッツゴー、そう、レッツゴー、はいよ、10秒、はい、はいよ、頑張って、はい、レッツゴー、はい、5秒、3、2、1、 OK、 スタティック、はいよ、いいよ、我慢して、そう、15秒、はいよ、そう、10秒、レッツゴー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 、はいよ、5、4、3、2、1、 OK、 次25秒、はい、レッツゴー、いいよ、レッツゴー、いいよ、レッツゴー、25秒、はい、いいよ、そう、20秒、レッツゴー、レッツゴー、はい、15秒、いいよ、そう、いいよ、頑張って、10秒、はいよ、はい、5秒、3、2、1、 OK、 スタッティックダウン、レッツゴー、はいよ、レッツゴー、25秒ね、みんなレッツゴー、残り20秒、レッツゴー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 、15秒、我慢ね、我慢、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、 OK、 30秒、レッツゴー、はいよ、はいよ、30秒、はい、レッツゴー、いいよ、はい、ここ30秒、我慢、はい、レッツゴー、レッツゴー、はい、動けよ、はい、レッツゴー、レッツゴー、はい、20秒、はい、最後、はいよ、レッツゴー、15秒、いいよ、レッツゴー、10秒、そう、頑張って、はい、5、4、3、2、1、 OK、 ラスト30秒、はい、レッツゴー、はい、はい、はい、ここ、はい、はい、頑張って、Okay, let's go! 最後、はいよ、
頑張って頑張って、そう、ここ顔上げる、顔上げて、残り20、はい、頑張って、ここ、そう、15、はい、最後最後最後、さあカウントするよ、全員、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、 OK、 タイム。これはやばい、みんなやばい、お尻が、お尻がすごいよね、みんな。一回水入れてください。やばい、はあ、足が棒ですね。足が棒です。はい、インターバルトレーニングは以上になります。どうでしたか、鈴木選手。もう最後、多分みんながいなかったら、隣にいてくださらなかったら、多分私はもうとてつもなく諦めの心が出たんですけど、最後にみんなでレッツゴーって言い合ってやりきれてよかったなと思います。ありがとうございます。いや、それがZOOのカルチャーで、もし強いメンバーがいたら、できないメンバーをしっかりサポートして、最後はみんなで一緒にセッションを成し遂げるっていうのが、まあ、一番メインなんで、今日はみんなで成し遂げられたよね、成し遂げられた人で、できた。お、いい、いいね。OK、 スター、これでインターバルトレーニングは終了になります。はい、質問をいくつかいただいてます。で、質問を出していただけますかね。一人でもできるトレーニングについて教えてください。今やったZOOどうですか、一人でも。そうですね、やっぱこのスペースでもこれだけ息が上がるし、筋肉もすごく、はい、いい負荷がかかっているので、一人でもできると思うんですけど、励ましてくださる方がいた方が、みんなと一緒にやるのがベストですけども、はい、やっぱり一人でもできるので、やっぱり中学生のうちはその体の使い方、まあ、ZOOみたいなトレーニングをやればやるほど体の使い方が上手くなっていくので、ね、みんな機会があったらやってみてください。逆に一人でトレーニング何されてます？ウエイトトレーニングとか、あとはこういう重りを使わないトレーニングっていうのも取り入れてるので、ただ今日新しいものができたので、またこれが一人でできるトレーニングが増えたので、ありがとうございます。はい、他の質問で、足が速くなる方法を教えてください。これ僕よりも鈴木選手の方がいいんじゃないですか。私も教えていただきたいですね。これやっぱりランニングもスキルって言われてます。だから例えば中学生のうちは、例えば陸上のクラブとかかけっこ教室とかに参加して走り方をまず覚えた方がいいかなと。だから水泳もそうで、水泳もやっぱ泳げば泳ぐほどやっぱ速くなります。ランニング同じです。しっかりとしたフォームで、走るっていうことを繰り返すことによって、やっぱり効率のいいそのランニングメカニズムを習得できて、より、速く走ることができると思います。で、僕がよく、選手に教えているのは、一生懸命走ろうとするとすごい体を振りながらこう走る、特に、中学生とか一生懸命走るのはいいです。もうすごい上半身がこう、ね、ひねりながら走っている子がいるので、選手は、まあ、手を腰に置いて、それでハイニーをやってください。ハイニーパン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 、上半身使えないようにします。で、上半身を固定した状態で、はい、パン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 、それで前に少し出てください。前前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 、こういうドリルをたくさんやって、体がぶれないように、まあ体の矯正ですよね。こういうトレーニングをたくさんします。何か他に何かやってるトレーニングありますかね、スピードトレーニング。あとスピードだけで、あと股関節の動きっていうのもすごく、はい、こういうハードルをまたいだりっていうのも走る前の準備段階としてチームではよくやっています。さすがですね。さすが日本代表ですからね。ありがとうございます。はい。
大丈夫でしょうか。はい、じゃあ3つ目、持久力を上げるためのトレーニングを教えてください。そうですね、持久力はやっぱり、僕の中でちょっと3つあって、1つはランニングの持久力、ランニングの持久力っていうのはやっぱりランニングすることによって、身につきます。で、まあ、やり方は多分いろんなクラブでフィットネストレーニングやってると思うので、それをやってるとランニング持久力っていうのは、つくと思います。でもう一つは体のフィットネスで、今やったズーみたいのっていうのはこう少しランニングと違った姿勢で行ってる、でいろんな方向に体を動かさないといけないっていう、これボディフィットネスっていうんですけど、ボディフィットネスもラグビー選手つける必要があります。なぜかといったら、タックルして起き上がって、でブレイクダウンとかにこう入っていって相手をこうどかさなきゃいけない、でそういうのっていうのはランニングだけじゃなくてボディフィットネスっていうのが必要なので、まあ、こういうのはズーとか、まあ、クラブでやってるそのコンタクトフィットネス、こうコンタクトを繰り返す、そういうことをやることによってボディフィットネスがついてきます。あとはゲームフィットネス、それをこのゲームの状態で、そのフィットネスをこう試す、でそれによって、ゲームに特化したフィットネスっていうのが、ついてくると思います。だからランニングフィットネスだけでもゲームやってて苦しく感じちゃうし、そのズーだけみたいのでもダメだし、この3つをうまく組み合わせてラグビーに必要なフィットネスをつけていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。いかがですか。その通りです。頑張ります。やってますはい、その次の質問は、ごめんなさい、スクールでの練習が週末なので平日はどんなトレーニングをすればいいか教えてください。まあ、平日はどんなトレーニング、まあ、平日はさっきも言ったけど一人でできるトレーニングですよね。まあ、ランニングトレーニングもできますし、ズートレーニングもできるし、で、ね、ちょっとお父さんお母さんに手伝ってもらって、うん、兄弟に手伝ってもらってパス練習も、はい、スキルの練習もできると思います。ちなみに鈴木選手、平日どういうトレーニングされてますか。平日はウエイトトレーニングだったりとか、あとは練習がない日でも少し自分の体が重たいなと思った時はちょっと走りに行ったりとか、あと特にやっぱ朝走ったりするのが気分もいいので、はい、素晴らしいですね。たまに夜の時はやってます。素晴らしいですね。朝走るの気持ちいいですよね。気持ちいいです。得した気分になります、ね、はい、はい、よろしいですか。で、はい、他の質問は、ごめんなさい、 X キャグのデメリットを教えてください。難しいですね。X 脚を直すトレーニングやストレッチ方法があれば教えてください。X 脚、はい、これ最後の質問です。X 脚を直せるかどうかっていうのは、やっぱりちょっとこれ難しいんですけど、やっぱり下半身のトレーニング、まあ、デメリットは、そうですね、ね、デメリットをあんま言っちゃうと、ね、そう、まあ、X 脚でも、しっかりトレーニングすればそんなデメリットないと思ってます。で、ただしやっぱり内側に入ってくると良くないので、まあ、フロッグみたいに少しこう外にこう出すようなイメージでトレーニングするのがいいと思います。少しで自分の肘で少しここの膝を外にプッシュしながら股関節を開いていく、こういうトレーニングいいんじゃないですか。あとは足の筋肉の、膝周りの足の筋肉の強化ですね。特にここの筋肉、ここの筋肉を強化してください。どうやって強化するか、どうやって強化するかは、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱり、そうだな、こう少し膝を前に出すようなスクワットを最近、やる選手が増えてますね。今までスクワットこういう形だったの、膝を出すなって言われてたのが、最近は少し、かかとをちょっと上げるんですけども、膝を出すようなスクワット、どっちかというと壁、まあ、壁なんかないかな、かかとを少し上げた状態で何か入れといて、そうダウンしてアップ、ダウンしてアップをすることによって
ここの内側広筋鍛えられます。あとはラウンジですね。ラウンジとかラウンジも少し膝を前に出す、今までこう出さないようなトレーニングの仕方あったんですけど、膝を前にこうやって出してあげる。でその時に後ろの足がこうやって曲がらないようにこういうようなイメージ。そう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 、こう、そう、こういうトレーニングですね。逆も膝を前に出してあげる。とあとはもう一つは、例えば階段でステップ一段こう上がっておいてあげて、かかとをこう下ろしてあげる。こう内側ここですよね、ここの筋肉。多分これが一番いいですね。多分中学生これ一番簡単だ。これ少し段の本当に2センチぐらい、2センチぐらいの上に乗ってかかとをつけてあげる。で上げてあげる、つけてあげる、上げてあげる。でここに力が入るんで、これはブラックラミズの選手やってます、はい、私ここないんですよ。今すごい勉強になりましたぜひやってみてください。はい、質問はどうですか。はい、今日はズートレーニングに参加していただきありがとうございました。今日楽しかったですか。楽しかったですで、多分参加者が中学生の皆さんだと思うんですけども、僕から一つメッセージで、やっぱりしっかり皆さん目標があると思うので、目標をしっかり立てて、それに向かって毎日頑張ってください、僕からは以上です。本日は参加いただきありがとうございます。私も今日はズートレーニングを参加させていただいて、まずみんなと一緒に目標に向かってきついことも声を掛け合って達成できたことのこの喜びってのはすごく特別だなと思いました。でやっぱり好きなことをずっとみんなとこれが楽しいってやっていくと、多分すごい素敵な仲間にも出会えると思いますし、こういうふうに自分の好きなことをどん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 楽しいっていうふうにやれるように、またその楽しさをみんなでシェアできるように、これからもいろんな場面で目標を達成していけたらいいなと思いますので、これからもラグビーを愛していきましょう。ありがとうございます。